どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は無課金者、美課金者必見、ご視聴者様にご応募いただいたアンチ低排出で組める編成を紹介していきたいと思います。まず一つ目の編成なんですけども、ツイッターネームジャスコさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。今話題のですね、ガクシンを使った編成を応募いただいているということでですね、どのような内容なのかは楽しみですね。でですね、ジャスコさんはですね、画像にてですね、この編成の詳細というのをですね、書いてくださってますので、せっかくですので、そちらの画像を見ながらですね、紹介させていただけたらと思います。それがこちらになります。はい、僕こういう綺麗なの作れないんでね、こういう技術がある方すごいなって思っちゃうんですけども、いろいろ注釈を入れてくれてますよね。それを読み上げる前にですね、ツイートでのコメントというのもですね、読んでおきたいと思うんですけども、平人系メタ特化型に仕上げてます。テイク研究所の所員としてはテイク使わないことは誠に申し訳ないのですが、きっと所長が応募するので譲りますということを書いてくれてますけども、この方はあのヤバい集団テイク研究所の所員らしいですね。で、首相法制にですね、残匹法と白骨領毒で、副将学士に豪遊無人激撃抱きで、もう一人の副将孫権にですね、東高兵と三成人という編成になってますね。で、学士の兵士適性はですね、縦は A になってますので、これを兵士宝物で S に変えましょうということが書かれております。でですね、こちらの編成、思想政府が使われてないということになってるんですよね。なんで、学士って思想政府が出たから強くなったよみたいな感じで囚われてますけども、この編成だったらですね、それ使わなくてもいいということなので、割とその序盤のシーズンの方でもですね、組めるかなっていう気はするんですけど、まあただ三成人が必要になってきますから、シーズン3以降でなければいけないということになりそうですけどもね。で、コメント読んでいきましょう。学神は固有は豪遊が乗れば会心発動 20%& 余ダメージ 65% アップということですね。なんで、学神の固有戦法強力なんですけども、それを豪遊無比でですね、さらに強力にしようということですね。で、激撃だけ発動後回復しなかった場合は、学神行動前に、全体攻撃が発動するため虚弱の影響を受けないということなんですけど、これかなりびっくりしたんですよね。で、こうやって書いてくれてるので、これ本当かなと思ってですね、うちの団員の方にですね、聞いてみたんですけど、そしたらですね、戦法付きでですね、実際に虚弱の影響を受けないっていうことを教えてくれたんですよね。で、学神って固有戦法が強力な分ですね、自身が虚弱になってしまうので、攻撃系のアクティブ戦法を覚えさせられないっていうデメリットがあったわけなんですけども、激撃だけの場合はですね、これ OK なんですよね。発動してくれるんですよね。それはアクティブ戦法が即時発動ではなくてですね、次のターンの最初に発動するということになりますので、虚弱の影響を受けないということになる わけなんですよね。これは結構使い勝手がいいと言いますか、多分学神の、テンプレ継承戦法になりうるんじゃないかなと思いますけどね、この豪遊無比激撃だけのペアね。ただ学神が盾でなければ使えないっていうデメリットはありますね。激撃だけが盾専門の戦法ということになってますからね。で、次、三成人の副将バフは孫権固有の挑発により、学神よどめバフ 25% アップになる可能性大、その場合孫権も火ダメ 25% アップということですね。これは孫権がダメージを引き受けるので、必然的にですね、学神の火力が上がって孫権の耐久力が上がるという形になりやすいですよっていうことをですね、書いてくれてるわけですね。なんで、三成人のスペックのですね、固有戦法の発動率アップ、これ首相ですね。で、副将の火力アッププラス、耐久力アップっていうこのパフォーマンスっていうのをですね、十二分に発揮できる仕様になってるということですね。これは三成人を使う上においてはですね、非常に大事なことになると思いますので、理想的な形になってますよね。で、次、法政の残匹法は、法政と学神に効果発動で OK ということですね。まあ、これは、必然的にですね、法政の方にですね、平人ダメージへの耐久力っていうのがつくと思いますので、速攻型の首相抜きっていうのをですね、ちょっとは防げるかなという気がしますね。投稿兵とプラスアルファということになってますので、平人ダメージ系にはかなり強い編成になってるんじゃないかと思います。で、確骨領毒により挑発不要をする尊権をピンポイントで回復ということも書いてくれてます。やっぱり孫権というのは挑発しますから、ダメージを受けやすいんですよね。そんな時にですね、全体回復とかの戦法だったら、孫権をうまいこと回復できないみたいな時があるんですけども、そこは活骨領毒でですね、かゆいところに手が届くような回復をするということを狙ってるみたいですね。で、次、法政固有の発動率は、三成人プラス兵法書で 54% になり、あ、結構高いですね。
発動時は火だめ減確率で制御状態無効も付与ということになってますので、結構砲声の固有戦法って重たいんですけども、発動するとかなり、いい性能ということになってますので、それをこれだけ上げてくれるっていうことになるとですね、そういった意味でも硬い編成になりうるということですね。ということでですね、これ平人系には無類の強さを誇るんじゃないかっていうぐらいの硬さをですね、保てるんじゃないかなと思いますね。次、孫権挑発で制御状態になるため、兵法書の一撃欄が学信に乗り、余ダメ 12% アップの可能性が高いということになりますね。これはですね、まあ、相手が、挑発状態になるっていうことかな。で、その相手が制御状態っていうことになるから、火力が出やすいですよということですね。まあ、孫権の挑発っていうのは結構連発できるかなと思いますので、一撃欄は活かしやすいんじゃないかなと思います。で、学信には盾兵士アップの宝物を使用。これは言いましたね。燃やされちゃダメ絶対ということで、まあ、ヤリクソンとかには絶対に当たらん方がいいかなと思いますけどもね。また、知力が高い武将が砲声しかいないので、弓系の燃焼戦法を持ってるような武将、まあ、キリン弓に可視原料が積んであるみたいなパターンですね。っていうのもですね、ちょっと怖いかなと思いますので、もうダメ絶対っていうのはその通りかなと思いますね。たとえ弓でも燃焼系は避けるべきかなと思います。で、次、スタダから使えるお手軽部隊ということなんですけど、まあ、学信のね、戦法っていうのがですね、スタダ向きということもありますので、そのままいけるかって言われたら、ちょっと耐久力寄りな気がするので、難しいところはあるかもしれないんですけども、まあ、やってみたらやってみたでですね、案外進むんじゃないかなと思いますけどもね。で、最後、古神弓、艦隊艇、旅服騎馬、護騎馬、その他速攻系、平人騎馬、桃園盾には強気で GO ということでですね、まあ、この編成が平人系の部隊に負けるところは想像がつかないかなという気はしますけどね。まあ、火力の面がですね、その学信の凸次第かなっていうところはあるんですけど、ちゃんと凸できたら火力っていうのもかなり出るんじゃないかなと思われますので、これはかなり面白い編成なんじゃないかなと思いますね。で、無課金の方でも割と組みやすいということになってると思いますので、これらの武将、これらの戦法が余ってて、で、その戦場で活躍できる部隊が作れないという方はですね、これぜひ使ってみていただけたらなと思いますね。相当強いと思いますね。ご応募ありがとうございました。次はツイッターネーム、レイカさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。宗神を主将として、徐光と各家を副将にした武法人の槍編成ということですね。かなり珍しい組み合わせなんですけども、どのような内容になってるのか楽しみですね。一応、徐光の兵種適性がですね、槍 A になってますので、ここ宝物が必要ということになります。でですね、宗神に絶地反撃と青州兵、で、徐光に貴子の勢いと勇壮飛燕。で、最後、各家にですね、滑骨領毒と武法人という編成になってますね。この方もですね、たくさん書き込んでくださってますので、そちらの方を読みながら見ていきたいと思います。無課金、美課金のための企画だと思うので、希少戦法はなるべく使わず、何かの劣化にもならないようにしました。またどうせならということで、ランチャンネルさんの凸が進んでる武将を採用しましたということを書いてくれてますね。宗神と徐光に関してはですね、僕貫突してるということで、各カーも2凸か3凸ぐらいまでは行ってたかなっていうことなんで、結構その強い状態で使えるということにはなってますね。で、宗神の金城統治、これは固有戦法ですね、を最新などで止められると一気に瓦解しかねないので、各家固有により序盤ターンの安定性を高めましたということですね。各家の固有は首相に洞察状態を付与しますので、制御にかからない宗神ということになりますから、一応ですね、固有戦法は打てる状態にありますよということですね。さらに耐久力も上がるということになってますので、宗神はかなり序盤硬くなるんじゃないかと思います。で、各家固有の効果がすっきれる3ターン目に青州兵によるダメージ依存の回復が入ります。金城統治により宗神に通常攻撃が集まるため、徐光の貴子の勢いが、発動しやすくなりますということですね。やっぱり、友軍がダメージ受けた時に発動するのは貴子の勢いになってますので、挑発状態を付与するような武将にですね、一緒に組ませることによってですね、かなり、まあ、発動機会は得られるということですね。で、青州兵による回復も、宗神には手厚い洞察付与があるので、貴子の勢いによる回復無効を心配する必要はないです。武法人による、名乗り上げ効果が切れる5ターン目に、絶地反撃が発動し、一気に勝負を決めに行きます。
5ターン目は徐行の余ダメージ増効果が最大になる頃合いで、相手の非ダメージ減効果も切れるので大ダメージが期待できますということなんですけど、まあこれは魚敵兵将とかイブ軍民とかの効果っていうのがまあ大体5ターン目には切れてるから、その時には徐行一番仕上がってる状態になりますよということですね。で、徐行はですね、情報修正が来るかもという噂もありますので、これ結構組んでみたいと言いますか、試してみたい編成になりますよね。で、武法陣による低適性を補うように属性が固定エッジで上がる戦法を多めに採用し、陣営も揃えましたということを書いてくれてますね。これも結構強そうですね、っていうか興味がすごく持てる編成ですよね。だちょっと思ったのが青州兵のところですね。で、その回復はそうなんですけど、反撃効果がですね、核化なんかに付与されちゃうとですね、その反撃ダメージっていうのがあまり期待できないっていうことになりますから、まあ仮に他に青州兵を使うような部隊があるとするんだったらですね、ここは魅惑なんかでも面白いかなということは思いましたけどね。やっぱり掃除にダメージが集まりやすい仕様になってますので、で、魅惑でですね、相手に制御付与しまくれるみたいなことになるとですね、さらに硬い編成になりうるんじゃないかなと思いますね。今僕がテイク武法像というですね、編成を試してる最中なんですけど、やっぱりその掃除にですね、魅惑は覚えさせてますので、まあこれはどちらでもいいかなっていう気はするんですけども、ちょっと面白い編成ですよね。まあちょっと気になる点といたしましては、と言いますか、まあその戦法で格好強いところがあるところですよね。ここがやっぱりちょっとハードルは高くなってしまうかもしれないんですけど、もし格好強いところ使わんでいいみたいなことがあったらですね、これ本当余りもんばっかりで組めるっていうことになりそうな編成ですよね。興味ありますね、これもね。まあそのシーズン11の話になって申し訳ないんですけど、どのような編成を組むのかっていうのは考えてないんですけどね。まあその滑骨を使わないような主力ばかりで組むようなかったらですね、これもぜひ組んでみたい編成ということですね。だいぶ面白そうな感じがするので、これもぜひ試してみていただけたらと思います。ご応募ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回も面白い編成たくさん紹介させていただいたんですけども、本当みんな新鮮の編成を考える熱っていうのがすごいですよね。画像作られたりだとか、あとその僕の動画細かく見てくださってね。で、僕は凸してる武将で、さらにその継承戦法も無課金や未課金の人でも簡単に手に入るようなものばかりで組ませるみたいなね、ことまで考えてくれてということでですね、本当にまあその頭がいい人が一人いれば全て OK っていうような感じじゃないですよね、新鮮ってね。やっぱりたくさんの人が、本気で考えることによってですね、一人のめちゃめちゃ賢い人では思いつかないような編成っていうのが存在するんだろうなっていうのはすごく思いますね。中国での先行シーズンにおいてですね、特に見向きもされなかったといいますか、まあ話題にも上がってないような編成がですね、いざシーズン始まってみたら強いということがですね、結構ありますから、最新シーズンでまあ僕は遊んでるわけなんでね、それはすごく思いますので、こういった企画の中からですね、なんかそのシーズンを席巻するようなですね、めちゃめちゃ強い編成が生まれてくれたらな、なんていうことはですね、ちょっと思いますけどもね。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。